今日のお話は「時を超える手記」主人公は小さな古書店で偶然見つけた手記を通じて過去の恋人たちの物語をたどるその過程で自分自身の人生にも変化が訪れるというお話をします古書店の出会い 雨の日しおりはふと立ち寄った古書店で古ぼけた手記を手に取る店内のゆったりとした時間と書籍に満ちた空気が彼女の好奇心を刺激する手記の発見しおりが手記を開くとそこには昭和時代の若い女性が綴った恋愛の記録があった。 彼女はその情熱的で切ない記述に引き込まれ、その女性の人生を知るために、手記に書かれた場所を訪れる決意をする。過去への旅。しおりは手記に記された場所を一つ一つ訪れる。古い写真館。昔のカフェ。廃れた映画館。 それぞれの場所から手記の女性が歩んだ足跡をたどり彼女が感じたであろう感情を自分の中で再現していく隠された真実しおりが旅を続ける中で手記の女性が苦悩していた深刻な事情が明らかになる戦時下の生活禁断の恋 そして突然の別れ。これらの事実はしおりにとって衝撃的であり手記の女性への共感を一層深める心の葛藤しおりは手記の女性の体験が自分自身の現在の恋愛と重なり合って見え始める彼女自身も難しい恋愛関係にあることから 過去の女性の感情に深く共感し、どう行動すべきか自問自答する。この過程で、彼女は自分自身の感情と向き合い、解決への道を模索する。決断の時、しおりは手記を読み終え、その女性が最後にどのような選択をしたかを知る。 この発見が彼女に大きな勇気を与え自身の恋愛においても重要な決断を下す彼女は自分に正直になることの重要性を理解し自分の心に従う決意を固める新たな一歩しおりは手記の女性が最後に幸せを見つけたことを知り 自分も前に進む勇気を持つ。彼女は長年の恋人と話し合い2人の関係を新たな土台で再構築する決心をするこの決断は彼女に新たな自信と希望をもたらす手記とともに数ヶ月後しおりは再びその古書店を訪れる。 彼女は手記を天主に返却し、その女性の物語が自分にどれだけ影響を与えたかを話す。天主からはその手記が実は多くの人に読まれ、勇気を与えていることを聞かされる。しおりは自分もまた、誰かの人生に影響を与える物語を書くことを夢見て、新しい章を歩み始める。 以上で時を超える手記の物語は完結しました。次回の物語は列車で見る景色をお送りします。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。